熊本市と崇城大学と熊本ネクストソサエティ株式会社が3社連携協定を26日木曜日に締結しました。今回3社が締結した協定は IoT、AI を活用した農業者及び食品製造業者の販路開拓に関する連携協定です。熊本市が運営する農業者等紹介サイト熊本市産品辞典と熊本ネクストソサエティ株式会社と崇城大学が構築するフードバンクインデックスを連携させ、全国の流通業者のニーズを農業者などに提供することで販路開拓を推進します。ネクストさんとそれ崇城大学が、新たに作りますフードバンク、やっぱり産学官というプロジェクトにおきましてもですね、やっぱり学生さんをですね、できるだけ多く、参加させていただいて、そういった意味でもですね、学生さんにしてみたらですね、実践的なですね、研究開発プロジェクトにですね、関わさせていただくというのが非常に面白いような取り組みになるんじゃないかなというふうには思っております。これからの広域的な販路開拓に大きな期待が寄せられます。今回の取り組みは国内でもあまり例のない取り組みだそうです。今後の活躍に期待したいと思います。